はい、はい、いつものように、はい、Q が出ましたから、はい、皆さん、お晩ですこちらチャンネル桜北海道で す、本日キャスターを務めます門馬雄二です。そして、はい、同じくキャスターを務めます若狭良子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まだまだ残暑残ってますね。あ、そうですね、今日暑い、何気にですよね、やっぱりね、お盆過ぎどころかね、9月半ばで暑いぞって言ったけどね敵州、はい、海の温度がって言ってましたっけ。そうですね、海水温高いまま持続するんじゃないのって話でしたけどね、なんか昔の人の知恵袋みたいなね、天気ね、意外と外さないですよ。そうなんですね、田舎育ちのせいかもしれないですけどね星を読む男ですね陰陽師みたいな話になってきましたけど前も同じこと言ってました同じこと言ってましたねはい、はい、ということでですね、チャンネル桜北海道始まりましたけども、始まるんですけど、その前に皆さんに大切なお知らせがございます。私たちチャンネル桜北海道は、既存のメディアが伝えない大切な情報をお伝えするということを自負しておりますけれども、皆様からのご支援で成り立っている番組ですので、ぜひ温かい心をお持ちの方、ぜひ私たちに気持ちをいただければというふうに思います。はい、100人委員会も募集しているんですけれども、こちらのご覧の通りなんですが、ぜひ単発で長期的な支援じゃなくても、今月はボーナスが入ったからとか、懐が温かいからという方、ご支援いただけると大変ありがたいです。こういう私もですね、お茶代だけなんですけれども支援させていただいているということで、私たち別にギャラはもらってませんので、はい、なるべく皆さんに本当によそのメディアではお伝えしないことをこの番組の中でお伝えして、で正しい情報を得ていただいて、でそれで自分で考えていただくと、なんかテレビでこんなことガンガン流れてるけど、これどうなのっていうことをもっと疑問に思っていただきたいなって、意外とちょっと調べれば分かりますからね。そうですね、今はね、そうですね、はい、でもなかなかっていう方はぜひそういうね、自分とはちょっと違う意見を持ってる方がもしいたら、この番組もお勧めしていただけると嬉しいなというふうに思います。ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、今日は、はい、特集と北海道ですか。はい、そうですね、はい、特集ってテーマ決まってるんですか。決まってます。今日の特集ね、海藻ラスプーチン。海藻ラスプーチン、はい、ロシアの海藻ラスプーチンのことをちょっとね触れてみようと思いますけど、はい、というのもね、ロシアのね、今ウクライナと、ウクライナ侵攻してますけども、ドゥーギンさん話題になってましたけども、そうですね、はい、彼がよく曰く、プーチンのラスプーチンなんて呼ばれてますので、じゃあそのラスプーチンでどういう人かっていうことで、ね、なるほど、じゃあそれを特集でですね、はい、では今日の北海道と海藻ラスプーチンと、はいはい、日本続けてお楽しみいただきたいと思いますが、はい、まずは今日の北海道です。ですね、今日私OSO18 っていう熊のこと前触れたことがあったじゃないですか、はい、すごく、大きい熊で、はい、シベチャラ、オソツベツで見つかった足跡で、前足の幅が18センチ、それで OSO18 っていう、はい、コードネームというか、はい、ニックネームが付けられているんですけど、それがね、なかなか捕まらないんですって。捕まらないですね、っていうのをね、ネットニュースで見たんですよ。漆黒の RT の方は捕まったらしいですけどね。漆黒の RT、はい、それも熊。熊でね、ラオスの方ですけど、犬ばっかり襲って食べちゃう熊だったんですけどね、飼い犬ばっかり襲って食べちゃうってね、熊だった。それはもう駆除されたらしいですけど、駆除されたそうですか、はい、そのね、駆除されれば安心なんですけど、OSO、はまだ捕まっていなくて、サイズがまたね、どうもかなり大きくてね、OSO は、そう、サイズもそうだし、すっごく頭が良くて、その漁をしてはいけない、銃を使ってはいけない時間帯に、夜間ですね、そう、夜間歩くと、はい、で足跡が見つからないように川の中をあえて歩いたりとか、はい、そうなんですって。で乳牛ばかり狙うと、はい、酪農家さんがすごく困ってて、すごく被害がたくさん多いっていう。また熊ではね、珍しく執着がないと、餌に対するね、執着がないの、薄いんじゃないかっていう、は、だから普通だったら少し引っ張ってて、どまんじゅうっつってね、埋めたりしたて食べようなんてするんですけども、もう一回ちょっと食べただけで、それでまた違うところに行っちゃうっていうね、そういう、わあ、じゃあ被害だけどんどん増えていくっていう感じですけどね。たまんないですよね、サイズ的にはね、昔あった三毛別の事件の時のヒグマ、はい、いましたけどもね、それに匹敵するんではないかという話もされてますけどね。そうですか。三毛別の時のヒグマ、獣害事件の中では世界でも一番被害者多かったって言われてますけども、あれが確か立ち上がった時の体長が3メーター70とかつってましたからね門馬さんクラスですね。僕4メーター80ですから、もうちょっと僕の方が大きいですいや本当にこれ
トークだけだとね、はい、なかなかその恐ろしさって伝わりづらいかもしれないですけど、はい、かなり怖いですよね。怖いでしょう。本当に、ねでね、いつそれがね熊じゃなく人の人外になってしまうかもしれない可能性もあるんで。そうなんですよ、そうなんです、はい、で人外もそうなんですけど、私が今日この読売新聞で見つけた見出しが、はい、列車と熊衝突最多という見出しが出ていて、はい、でこの、ね、衝突最多去年ですねこれ、はい2021年度 の、はい、あのヒグマとの衝突事故が、はいですね、68件だったそうなんです。これが過去最多ということで、はい、であの何年からだったかな、6年ぐらい前から、うん、2016年が21件だったのに対し、はい、だんだんこう数が増えていって、で去年のねその2021年度で68件ですから、もう3倍以上になっているんですけども、はい、で今年も、まあ、あの今まだそこまでは到達してませんが、これから秋になるとその事故が増えるんじゃないかと、はい、車のね出没回数が件数が増えるのでということなんですよ。でどうしてこんなに熊が多いのかっていうのがですね、はい、この個体数が増加してるんですけれども、90年度に春熊駆除防止、はいそうですね、はい、春熊駆除制度というのが廃止、はい、廃止されて、それで積極的な捕獲が行われなくなったということがあるんですよね、はい、でそれに加えて、まあ、ハンターの高齢化とか そういうこともあるんですけれども、この OSO のニュースにも書かれていたんですが、なぜこの春熊 の、ね、あの駆除がなくなったかっていうと、もうなんて言ったってね、あの愛護団体というか動物の保護をする団体からの、はいクレームがものすごく多くて、はい、だけどその地元の人はもうなんとか駆除してくださいって、その自分のところのねあの牛とかその家畜がもう殺されてるのでっていうお願いと、うん、その愛護団体からの熊を殺すなと、はい、生け捕りにしろという電話の板挟みにあって本当に大変だっていう、はいことらしいんですが、あと各自治体でね予算がどうしても組めなくなってきたっていうのもあるそうですね。そうなんですか。ハンターの人に対するね。そうですか、はい、でもこれね、うん、予算組めないって本当に足りないっていうのかな、うん、もうでも大きな事故だに、だって去年だって結構ありましたよね。ありましたよ。人が襲われる、はい、事件というか事故というか、はい、これもう本当に大変なことになってからでは遅いなと思うんですけど、うん、でその愛護でね訴える気持ちはね分からなくはないですが、うん、でも一回住んでみればいいんじゃないですかっていうふうに本当にあのニュースにもその記事書いてるか最後にも書かれてるんですよね。ぜひあのこの被害があるところに住んでみてどれほどの恐怖なのかとか。いや怖いですよ。僕も山でね釣りとかするとね、そうですよね、あとまた山入る時ありますから、うん、そういう時にね熊の足跡とか見ね、あ、ありますあります。爪跡とかね、うん、爪跡って大体腰のあたりにあるんですけど ね、とまあたまに上の方にある時もありますけどね。そうですか、はい、それをちょっと考えていただきたいなと思ったのと、うん、なんかあの最近クマキャッチャーっていうのがあって、あの子グマなんかを列車が引いちゃった時にね、あの列車から降りてまず片付け死体を片付けると、はい、子グマだと母親のクマがまだ周りにいる、はい、それで危ないということで、ね、ハンターも呼べないっていう時に、はい、あの UFO キャッチャーみたいな、はい、クマキャッチャーをこの列車につけていて、それで、はい片付けるというか熊をキャッチするっていう、ならではですね、ならではの話ですよね。北海道ならではですね、はい、そんなのことも、ね、書かれていて初めて知ったんですけど、はい、まあそんなことがありますが、うん、ちょっと考えていただきたいなというふうに思ったので、うん、まああとね今からの時期ってねキノコ狩りとかね山菜また取りに入られる方いると思いますけども、うんうんうん、本当にあのご注意して、はい、そうですねいただければと思います、ね、はい、熊よけのベルとか、はい、ベルってなんか鈴ね、はい、なまっちゃったけどなんかちょっと音出したりとかして、はい、どうしても夢中になっちゃうとね、うん、気づかないこと多いと思いますけども、そうですよね、はい、で一人では行かないようにしていただきたいなというふうに思います、はい、でねもう一ついいですか、はい、どうぞ。ちょっと道内ニュースというか、私今朝まあ、あの児童虐待のニュースで、私本当はこういう話題はあまりお伝え したくない方なんですが、うん、あのね2歳児、今3歳なんだけれども当時2歳だった我が子をご飯を食べないから、はい、食べなくて泣くのがうるさくて懲らしめてやろうと思って、はい、足を捕まえてこう回していた父親が、はい、その子供をね、まあ、テーブルの角に顔をぶつけてしまって大怪我を負わせたっていうことがあったそうなんですが、はい、それが発覚したのはその長女かな、うん、もう3歳ですよのお腹をエアガンで撃って、まあ、そのことで捕まって取り調べをしている時にその頭を顔をぶつけたっていうこともあったっていうことが発覚したというニュースが載ってて、もうどうしてこういうニュースが減らないのかな、事件が減らないのかなと思っていた下に、うん、釧路でも
あのそういうちょっと虐待のニュースがあったそうなんですよね、はい、釧路で今年の6月です、うん、2歳の長男と生後4ヶ月の次男を13時間半にわたって、うん、あの自宅に置きっぱなしにして、はい、でお父さんと、まあ、当時若いお母さんがですね、うん、パチンコに出かけていたと。それで帰宅したらあの乳幼児の突然死というのがあって、その次男の方が亡くなっていたっていうニュースなんですよ。でも本当に本当かわいそうで、もうパチンコを営んでる人は、まあ、俗に言うパチンカスって言われる人たちなのかな、うん、もう本当にねどうなってるのかなと思っちゃうんですよね、うんうん、なのでね、こういう実験を見聞きすると、やっぱりもちろん子供がかわいそうでこういうこと起こってほしくない、で親にも十分こういう人には罰をっていうふうにも思うんですけど、うん、ただこの親ももしかしたら同じように、あの可能性はありますよね、はい、親にねなんか虐待を受けたりとかあったの、まあ、そういうケースって、はい、あるじゃないですか。それでもし自分でね、私はこの我が子をもしかしたらものすごくちょっと虐待してしまっているかもっていうふうに自覚がある方がいたら、うん、もうこんなかわいそうな事故を起こす前にいろんなところに相談して、私も今こういうことをしちゃってるかもしれないっていうことを。資格ないと思うな。周りから言われても そ,、ね、まあ、それでも分かんないと思いますよ、うん、そうかもしれない、うん、そうかもしれないけど、もし悩んでる人がいたら、うん、この隠蔽するんじゃなくて、その子供を私は可愛がってますっていうふうに見せるのではなく、やっぱりちょっと立ち止まって考えていただきたいのと、うん、あともしこのニュースをこういうの見たおじいちゃんおばあちゃんで、私も自分の我が子をすごく虐待してたことがあったっていうことがあったら、これちょっと私の独特な考えかもしれないですけど、その昔ね、その自分の子供にですよ、うん、もう大きくなってお父さんお母さんになった子供にすごく辛く当たってて、それは本当に悪かったねっていうふうにちょっと謝ってほしいなっていうのがあるんですよ、うん、どこか、まあ、昔からあったのか、それともどこかの世代の教育からかそうなったのかわからないですけどもね、うん、そういったことって要するにまあ、核家族化が招いたものなのかもしれないなってちょっと思いますけどもね。それもあるかもしれないですね、そうですね。ただなんかそのやっぱりね、自分は本当は愛されているんだっていうことを、うん、やっぱ知ってほしいなっていうのがあって、やっぱりね、産んだ後にこうやって虐待してしまったとしても、そのお腹にね、まあ、丸々9ヶ月いる間って結構気をつけてるし、うん、はい、やっぱりずっと大事にしているから生まれたんですよね。でそれを思い出してほしいなっていうのがあって、うん、お腹大きくなってこうやってやってる人もいるのかな。いるかもしれないけどお腹大きくなってもタバコ吸っちゃったりとかそういう人もいるかもしれないけど、はい、でもやっぱりその生まれるまでは自分と一緒にいるじゃないですか、うん、でその間ね、大事じゃないわけはないと思うんですよね。でなんか本当に自分が本当に愛されているっていうことをなんかね、自覚するために、その大きくなってしまったおじいちゃんおばあちゃんになった年齢の人で、うん、過去に何か過ちを犯してしまったら、その我が子にすごく辛く当たったことがあったことを、本当は大好きだったんだとか、うん、もうそういう言葉をね、もうとにかく愛情をいくつになったってやっぱり愛をかけられて嬉しくない人はいないので。そうですね、はい、子供が宝だってまだそういう、うん、風に思える日本は素晴らしいと僕は思いますからね、本当そうですよ、子供は宝ですよ、うん、だって他人の子供だってこんなに可愛いのに。それがちょっと違う国に行くと変わりますからね、ちょっと違う国に行くとまた変わりますからね、考え方自体がね。そうなんでしょうね、はい、でもやっぱ日本なんで、ここはそうそうそう、うん、本当にやっぱそういう文化面とかね、うんうん、そういった意味でもね、はい、守っていかなきゃならないものとかたくさんありますけども、はい、 そうですね、そういった教育とか思いとか子どもに対するもの、うん、次の世代に対するものっていうのは、はい、まあ、いにしえから培ってきた日本の思いっていうのは守っていきたいなと僕も思います、うん、そうですね、はい、はい、一人悩まずに、まあ、いろんな周りのね、周囲の人もちょっと声かけてあげたりとか気にかけられる社会づくりをしたいなというふうに思います。はい、はい、ということで以上今日の北海道でした。続きましては特集です。
はい、ということで特集ですけども、はい、さっきもちょっと申しましたけど、今ちょっと画像出てますけども、うん、この方ね、ラスプチンではないです。あ、はいはい、この人はね、アレクサンドル・ドゥーギンさんですけども、うんうん、前回の放送でもちょっと触れたかな、あのモスクワで起きた事件、はい、ロシアの哲学者であり思想家であり、うん、知性学者でもある、はい、これドゥーギンさんですけども、うんうん、この娘さんのダリア・ドゥギナさんが車に仕掛けられた爆発物によって暗殺された事件、うん、ちょっと触れましたけども、うん、はい、まあ、ことの真相は、まあ、いかにせよ大きなニュースでしたけども、うん、というのも、あのもちろん、まあ、皆さんご存知の方も多いと思いますけども、ニュースその他でご存知だと思いますけども、このドゥーギンさんっていうのは、ロシアでもプーチン大統領に多大な影響を与えている思想家として知られています、うん、はい、でクレムリンでもかなり力を持っていると言われている人物なんで、そしてあの世界ではいわくプーチンの頭脳とかね、ほうほう、またはあのプーチンのラスプーチンなども先ほど言いましたけど、はいはい、そういうふうに呼ばれています。でなんでドゥーギンが現代のラスプーチンと呼ばれるのかって、それを知るためにも、はい、今回はドゥーギンの呼び名にもなっている謎の階層グレゴリー・ラスプーチンについて触れてみたいと思います、ね、ということで特集ですけどもね、はい、うんうん、じゃあエクストリーム系ですけども、あのグレゴリー・エフェモビッチ・ラスプーチンですね、ちょっと触れてみましょうか、はい、でこの方ですけどもね、あの要望を見たら分かるんですけど、かなりミステリアスな逸話にもあの溢れてるんですよね。これ本人の画像ですか？これ本人の画像です。うわ、かなりちょっと言っちゃってる感じしますね。ちょっとかなりあの言っちゃってる感じです、はい、言っちゃってるっていうかね言い方がちょっとね、結構稚拙な、うん、で大きい方で190超えてるんですけども、うん、はい、細身なんですけどもね、うん、であのロシア帝国崩壊の一因を作ったとも呼ばれてるんです。あ、そうですか、はい、そういう祈祷師と祈祷師、はい、呼ばれてますけどもね。彼は1869年、うん、シベリアのトリポリスクっていうあの州がある、はいはい、地区があるんですけども、うん、そこ あのポコロフスコエ村っていうところで誕生しました、はい、で、まあ、ウラル山脈越えてシベリア地域にはあの現在も多くの少数民族、うん、多くていろんな種類の少数民族が、種類って悪いかな、暮らしているんですけれども、うん、いろんな人たちね、はいはい、ハンテ民族とかナーナイ民族なんて結構いるんですよ、もう全然聞いたことないですけど、はい、うんうん、で自然界の精霊と出会った不思議な体験は、彼らはですよ、はあ、身内以外の人間に喋ってはならないとされていて、面白い、はい、うん、このタブーを破るとさまざまなこう災厄、厄災が降りかかるって信じてられていると、はい、うんうん、そのためこういう話をするのは例えば自分たちの一族の若い世代に、うんうん、霊みたいなものと遭遇したっていう時に対処方法を教える時に限られてそれを話されてるっていうようなね、でよそ者には口外しないと、うんうん、はい、でだから研究者が聞き取りをすることも難しいと言われてた。当時の話ですか？現在もそれに近いですけどもね、ポロポロ出てきてますけども、うん、そういう話が聞けるのは主に地元の子どもたちだけなんですけどもね、いいですね。でもそういう文化が残ってるっていうの、あの日本の神話ともつながるものもあるんですけども、うん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 、まあ聖なる物語とされていた英雄、うん、的な叙事詩とかね、うん、そういうものはもう本来よそ者には伝わらないということです。はー、ですから現在はあの、ね、例えばオカルティックなものとかスピリチュアルとか神秘主義者みたいな人にとってはもう最後の聖地的に扱われることもあるし、シベリアの奥地はね、で独自の信仰も多くて、うんうん、もしかしたらラスプーチンもそんな影響を受けて育ったのかもしれないっていうことなんですが、はい、というのもラスプーチンっていうのは学校に通わなかったため読み書きこれができなかった。あ、そうなんですね、はい、ただ当時のロシアの調査によると、うん、その、まあ、村のほとんどの人が同じ状況だった。あ、そうですか、はい、なるほど、はい、で若い頃は素行不良で粗暴な若者だったんですけども、グレゴリー青年はですけどもね、はい、これロシア正教会、これ小儀式派のスコプツィっていう 派閥がある、教義があるんですけども、そこに傾倒していた、行ったと、だんだんとロシア正教会の中の小さなスコプツィって派ですけども、ね、派閥、はい、というか、はい、スコプツィ派っていうところですけどね、で本来のロシア正教からは結構異端視されることも多くて、うん、で独自の祈祷、祈りなどですね、でキリスト教の中のカルト的見方もされているっていうことなんですけども、そうなんですね、はい、でその後ラスプーチンはですね18歳の時に結婚したんですけども、うんうん、はい、18で18歳で、まあ、当時は早かったと思いますけれども ね、うんうん、で23歳になると唐突に、はい、お父さんとか奥さん妻にですね、はい、巡礼に出るって言い残して村を出奔してしまうっていうね巡礼に出るぞ俺はと、はい、ほう、で一説には野良仕事中に聖母マリアの啓示を受けたとも言われています。うん、でその後は数ヶ月間ポリカロポフ修道会っていうミハイル・ポリカロ
ポフ修道会っていうところで過ごしていたんですけども、この時にお酒を断ったり禁酒をしたり肉食を控えるようになっていって、でしばらくして村に戻ってきた時にはもう熱心な修行僧にもうなっていたと。でさらに時が経ちて1903年に再び村を離れ、数ヶ月間巡礼の旅にまた行ってくるって出ちゃったんですけどもね。でもうラスプーチンさんって十分な教育を受けていないためですね、はい、読み書きができないっていうこともあって、これで一生懸命頑張ったんです。独自の解釈で聖書を理解して、うわ、はい、でその熱心な姿勢が周囲からの好感を得ていたっていうことなんですよね。あいつ一生懸命じゃんって、分かんないのにっていうね一生懸命調べてやってるじゃんっていう話なんですけども、その後ラスプーチンは教会建設の寄付を集めるためにロシアの大都市サンクトペテルブルグに現れます、はい、いよいよですけどもね。でまあ、ロマノフ皇帝との出会いになってくるんですけども、サンクトペテルブルグに出たラスプーチンは祈祷師として能力を発揮し出すんですね、はい、能力があったんですね、うんうんうん、で人々に病気治療も施して信者を増やしていく、どんどん、うんうん、はい、でついには神の人と称されるようになっていきます。ほー、はい、でロシア貴族 の、 ミリツァ大公妃とアナスタシア大公妃、うん、これは大公の お妃ですけどね、はい、これこの2人姉妹だったんですけどね、うん、姉妹で各違う大公に嫁いでいたんですけども、はい、この姉妹から寵愛を受けるようになっていくんですラスプーチンはね。へー、うん、アナスタシアと、はい、ミリツァっていう、はい、大公妃ですけどね、まあ、当時のロシアではですね、貴族たち中心にですけども、うん、まあ、民間にもそうですけども神秘主義が広く浸透していたっていうこともあります。民間にも、はい、まあ、神秘主義って大体結構女性好きですね。好きです、占いとかね、はいはい、うんうんうん、で大国姉妹の紹介によって、まあ、後に最後のロシア皇帝となるニコライ2世とアレクサンドラ皇后、はい、これに謁見するまでに至っていくんですよね、うんうん、はい、大人気っていうことですね。そうですね、話題を呼んでいたと。そして、まあ、当時のニコライ2世の要請により、まあ、当時ですねロシア の、 大臣会議議長、うんうん、これねこの方の、ね、娘さんかなが爆弾テロによって負傷していたんですよね、はい、ピョートル・ストリピンっていう方の娘さんなんですけども、うん、爆弾テロ で治療に当たってたんですけども、ここで治療をして信頼を得ていくんですよ、はい、でエカテリーナ宮殿に招かれたラスプーチンは、はい、そこで血友病で苦しんでいたアレクセイ皇太子、うん、皇太子ですね、はい、つまりニコライ2世の息子さんですよ、あ、はい、の治療に当たるんですね、うん、で祈祷、彼が祈祷を捧げるとなんと翌日にはアレクセイの発作が収まって病状が改善したそうです。血友病って今血が止まらなくなるやつとかね、そういうのです。怪我したらほら大変ですよ、はいはい、血小板が少ないみたいな、ね、治った、症状が改善した。あ、なるほど、はい、で当時の医者たちはですね、もちろんお付きのお医者さんいますから、うんうん、初めはラスプーチンの能力にこれは もちろん懐疑的ですよ、うん、こんなバカなことあるわけないだろうって言ったんですけども、うんうん、現実に病状良くなってしまったもんですから表向き何も言えなくなってきちゃうということね。まあ言いたくても治ってるの見ちゃうとね、はい、まあ、言えないですよね、はい、ただ現代ではですけどもね、噂される現代で言われる部分では、うん、当時 の最新薬のアスピリン、はい、これ使ったんじゃないかラスプーチンはっていう話もありますけども、へ、うん、それは、まあ、あくまで噂の段階ですね。字も書けない人ですからね、はい、それが果たしてアスピリンの知識があったかどうかわからないですけども、で血友病を治癒したっていうことでラスプーチンは皇帝夫婦からこれはもう絶大な信頼勝ち取りますよね、うん、まあそうでしょう ね、 愛する我が子を救ったとあれば、はい、しかも わずか一晩でなんてなるともう我らの友聖なる男とまで呼ばれるようになってしまいました、うんうんうん、もちろん気に入らない人たちもいますそれが、うん、はい、で気に入らない人たちは彼らはラスプーチンのことをペテン師だと考えていて、うん、ラスプーチンの能力は多分催眠術だって信じていて、あ、はい、うん、あとはチベットハーブを使ってアレクセイを薬漬けにしたんじゃないかっていうふうに考えていたそうですね。チベットハーブってあるんですね。あるらしいんですよ。でまたこんな話が残っていて、うん、1912年、うん、森に狩猟に出かけた皇帝一家、はい、この時にアレクセイの病状悪化してしまうんですよね。え、はいはい、はい、でアレクセイ皇后はアレクサンドラ皇后はペテルブルグにいるラスプーチンに助言を求めるんです、うんうんうん、手紙出すんですけども、はい、すぐそしたら翌日ラスプーチンからすぐに返事が返ってきたんですけども、うんうん、小さな子が死ぬことはありませんよと、はい、しかし私が治療するのをお医者さんたちが許さないでしょうと、そういう手紙を送ってるんですよ、はい、そしてラスプーチンの助言通りにアレクセは死ぬことはなかったんですけども、うんうん、
病状が回復するのは翌年に入ってからだったそうですよね。長くかかってしまった、まさに予言通り、はい、でやがてラスプーチンはアレクサンドラはじめ宮中の貴婦人、うん、まあ、先ほど言いましたけども、はい、そういう神秘主義って女性に大人気ですから、うんうん、あと宮廷貴族の子女たちからですね、うんうん、熱烈な信仰を集めるようになってくるんですよね。わ、なんか今も昔も変わらないですね。変わらないなっていうのはありますよね、うんうんうん、この辺ね、聞いてるとなんとなくね、昔の平安時代のね、芦屋道満なんか思い出すんですけどもね、陰陽師でね、うんうん、平安時代ですけどね、うん、まあ安倍の生命のライバルなんて言われた人ですけど、同じようにね、皇族に取り入ってっていう話もあったんですけど、まあ、その辺はまた今度ということなんですけども、うん、はいはい、そっちも楽しみ、はい、それ以来播磨道庵、播磨流の陰陽師だったから、播磨流が陰陽寮から下げられてしまった長きにわたりっていう歴史もあるんですけど、まあ、それは、まあ、また機会がありましたら、ぜひ途中で、はい、でその、うん、宮廷の、まあ、女性たちですよね、はい、女性たちの盲目的支持をこれ得ていくんですけども、それは何でかっつったら、まあ、うん、まあ、口はばかる、ちょっと言い方しますけど、うん、彼 の、 巨人の巨と根っこの根と、うん、組み合わせた文字ね、はい、と超人的な勢力によるっていうね噂が当時からもう流布していてね、あ、はい、すんごいのっていう、そうなんだ、うん、もう絶倫だぜみたいないそこまで言ってないですけどね、ごめんなさい、うん、ね、あ、でもそうだったんだって言われている、噂されて、まあ、もう嫉妬もあったんでしょうけども、あ、なるほどね、はい、ただ実際に彼の生活を内定した秘密警察の捜査員が、はい、うん、もう呆れ果てちゃって、あ、え、うん、上司への報告にも、まあ、集大の限りを極めた淫乱な生活と表記されたものを提出してます、はい、なるほど、はい、それにもかかわらず、まあ、次第にラスプーチンが皇帝夫妻に容易にこう会えるようになって行くことに対して、うん、もうもちろんど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 ん貴族たちは嫉妬していくわけですね。これ抱くようになっていった、うんうん、でついにアレクサンドル皇后との、まあ、いけない関係までね噂されるようになっていくんですけど、あ、噂ですか、さあどうでしょう、事実のとしては、うんうん、サンクトペテルブルグではアパート5部屋をラスプーチンに借り切ってたんですよ、はい、で家族と共に暮らしていたラスプーチンなんですけども、家族呼び寄せたの、うん、もちろんもちろん、あ、私ずっとね奥さんかわいそうだなと思ってたんですけど、呼び寄せてます、呼び寄せてるんですね、はいはい、あ、なるほど、ただその家賃誰が払ってたかっていうと、これはアレクサンドラ皇后が代わりに支払っていたって言われてます、そうですか、はい、大人気だし、そのね、お布施的なものもきっとあったんだとしたら、潤ってはいたん、いや、私のラスプーチン、私が面倒見ちゃうんじゃないですか、あただ夫であるニコライ2世、うんうんうん、彼はアレクサンドラとラスプーチンの関係を議論することを禁止してます、あ、そうですか、うん、もうかなりもう、うん、とそれは我が友、あ、聖なる男ですからね、そうか、本当に信頼してるんですね、はい、それだけね、はい、やっぱり息子を助けてくれてるしね、そうですね、っていうことで、でラスプーチンが今度いよいよ政治に影響力を持つようになっていくんですけども、あ、そうきちゃうか、はい、その頃っていうのは1914年5月頃と言われています、はい、この頃といえばもちろん第一次世界大戦、うん、まあ、1914年から1918年までありましたけども、はい、うんうん、その頃なんですけども、ドイツ帝国との戦闘をですね、戦端をですね、開こうとしていたのはニコライ2世なんですよ、まあ、これはいろいろ理由はあるんですけども、はい、これはまあ割愛しますよ、うん、そこでニコライ2世にラスプーチンは反対していました、戦争しないようにと、あ、うん、はい、彼はラスプーチンは戦争が始まればロマノフ家とロシアの君主制は崩壊してしまうっていう予言にも似たような話をしていて、うんうん、これは国の将来に対する不安感を訴えていたんですよ、うんうんうん、結果ですが戦端は開かれた、うんうん、そして、まあ、前にも特集しましたけども、ロシア兵が150万人以上戦死してしまうってことになっていくんですけども、うんうん、まあ、その前段階でニコライ2世は士気を維持するためにまあ、遠征、これを行うときに自分も行くんですよ、はい、戦争ですからね、はいはい、自分がね、はい、うん、自分も一緒に行くんですけど、はい、ペテルグラード、ペテルブルグから解消してペテルグラードになってたんですけども、うん、そこを離れて内政、国の政治はアレクサンドラに任せるんですけども、うん、それと彼女が相談役としたのがラスプーチン、彼が担当することになったと、あ、そうですか、はい、中枢に入っていってしまったと、でこれに対して官僚たちからは反対意見が出たんですが、うん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 、これは首相のね、ゴレムイキンっていう方はもうアレクサンドラ皇后についちゃってるんで反対意見を封殺しちゃったんですよね、うん、反対するのはお前らみたいなことになっちゃったんですけども、うんうん、もうめちゃくちゃになってきました、はい、はい、そしていよいよなんですけども、長引く戦火の中ですけども1916年、はい、皇族による議会から議員内閣制に変えていく、うん、推進を図る
ていうことで、うん、アレクサンドル・トレポフっていう人物が首相に就任します。はい、でアレクサンドル・トレポフ、トレポフはアレクサンドラ皇后との対立が始まりますよね、もちろんね。うん、はい、今までの通り、うん、皇族によって政治が行われていこうとしているのに、はい、議員制にしようとするんですから、はいはい、でトレポフたちにとっては実質はアレクサンドラ皇后の相談役となっている、うん、そして機密情報などを内政に大きく関与すると言われている階層ラスプーチンを何とかしたいと、うんうんうん、はい、これはもちろんラスプーチンなんかが皇后にですね、うん、いやあの大臣は良くないって言ったらもう変えちゃうわけですから、そうですよね、皇后ね、うん、それを何とかしたい、でもなんか怖いなんか怖いとなるとまず何するかっていうと買収ですね、はい、あ、うん、待ってどっちを、ラスプーチンを、うん、こっちに取り入れちゃえっていうことですね。でトレポフはまあ、有名です、モロゾフ兄弟なんてね、ロシアでソ連とかでね有名ですけど、モロゾフ兄弟に力を借りてラスプーチンに近づいていきます。へー、でもし政治から手引いてくれるんだったら、うん、もうすっごいお金あげるし、あと屋敷もあげるし、あと護衛も送るからって申しかけました。 なぜかというと、まあ、ラスプーチンやっぱりいろんなところから暗殺の危機っていうのがいろいろあって、あ、なるほどね、はい、でトレポフの動きはアレクサンドラのところがそれがもう察知されていたんですよね。ああ、そうなんですね、はい、で、はい、トレポフに買収行為を批判する警告文が送られたって、まあ、警告文が送られたって言ってるけども、かなり脅迫的だと思いますよね、うん、そうなんだ、ラスプーチンに近づいたらとんでもないことになるよってことなんでしょうけども、うん、こうなってくるとさすがに板挟みになってきますから、うん、ラスプーチン、まあ、そうですね、はいはい、自身も身の危険感じてくるんです、うん、で1914年なんですけども、うん、実はですね、短剣で腹部を刺されるっていう暗殺未遂事件にもあってまして、そうですか、はい、その時はもう逆に相手ぶっ飛ばしたんですけどもねって言われてますけどもね、ただ入院しちゃったんですけども、はい、でその頃事実ラスプーチンは年内に自分が死んでしまうって口走り、外出することもほとんどなくなって、うん、で自身の預金お金をですね、うん、これ娘のマリアの口座に移しちゃってます、はい、まあ、それぐらい本当にもう襲われる危機感がマックスだった、ね、マックスになってきたんですよ。自分も怖かったんでしょうかね、うん、階層と言われてるんですけどもね、うん、そうか、階層って言われるからには、はい、まあ、その相手を倒したっていうことからも割と腕っぷしの強い人だったんですかね。190超える大男だよねただ階層と言われた遺言っていうのはその後なんですよ。あ、そうなんですか、はい、そしてついに1916年の12月17日、うん、はい、ラスプーチンの暗殺が決行されてしまうんですけども、うん、暗殺を計画したのはですね、ロシアの有数の大富豪、はいはい、これがねフィリックス・ユスポフっていう方なんですけども、出てますけどもね、はい、この方とその一派 の、うん、貴族たち、はい、で暗殺決行の数日前ですね、ユスポフはモイカ宮殿という宮殿、これは新しくしましたんで、うん、パーティーにラスプーチン誘うんですよ。ほー、うん、来ませんかって。その際にもうロシア中で美人と評判だった奥さんがいるんですけども、はい、イリナ・アレクサンドロブナっていう方なんですけども、うち の有名な美人の奥さんに合わせますからどうぞみたいな、うちの有名な美人美人で有名な奥さんに合わせますからみたいな感じでね、言っちゃうんですよね、はい、なもうさしてあげてください、ラスプーチンですから。でユスポフは改装したモイカ宮殿にラスプーチンを招待しました、うん、行っちゃったんですよ。あ、行っちゃったイレナのそのね、そう、まあ、惑わされてるか、会えるのかみたいな、よしみたいな、さしてあげてください、はい、ラスプーチンですから。で案内された部屋っていうのはこれね、うん、実は防音設備が施されており、実はまさにラスプーチン暗殺のためにワインセラーを改装した部屋だったんですね。へー、はい、え、怖い、うん、でユスポフの階段録って後残してるんですけども、はい、この時ユスポフは招いたラスプーチンに対して、うん、生産カリを持ったプチフールケーキ、はい、生産カリですよ、もう致死量をはるかに超える生産カリを持って、うん、で紅茶にも入れてでラスプーチンに用意したんです殺す気満々じゃないですか。満々ですね。ラスプーチンその毒入りの食事平らげたんですよ、やったですよね、はい、もうユスポフさん、まあまあ、ね、うん、やったですね。ところがね、平気なんですよ、なんでもない。それより奥さんどうしイリナはどうしたみたいな感じ でユスポフさんびっくりですよね。それはびっくりですよ。なんでって生産カリ飲んで何でもないんですからね。生産カリじゃなかったんじゃない。いや生産カリ、いやいやいや、もう改装ですね。いや、いろんなこと言われますけど、特殊な胃を持ってたとかいろいろこと言われますけどもね。ただもうそんな状態ですから、もうユスポスさんもおっかないし、うん、しょうがないから今度はワインやお酒、うんうん、いいお酒ガンガン飲ませ始めたんですね、はい、もうすぐ来ますから、イリナもうすぐ来ますからみたいな感じで飲ませたんですけども、でラスプーチン泥酔したんですよ。
さすがに、うんうん、でそれ確認したユスポフは応接室に一回出て、はい、で仲間から拳銃ねリボルバーを受け取ってユスポフは部屋に戻るんですよ。で部屋に戻ってラスプーチンが泥酔してますから、うん、その背後からラスプーチンに向かって2発発砲ですよ、バンバンと、はい、で銃弾はラスプーチンの心臓と肺を貫通したんですね、はい、で床に倒れ込んだラスプーチンでもうやったと、うん、ついにやったと、ところが死んだと思われたラスプーチン起き上がるんですよいきなりむっくり、はい、いや本当に海岸の奥ですから、はい、でもう目を見開き私の危機を知ったっていうことを叫んだとも言われています。なんてことすんだみたいな感じですけどね、はい、でそれ見て完全にビビったユスポフさんは、ね、それはビビるわ、階段駆け上がって中庭に逃れていくんですよね、うん、ところがラスプーチン追いかけてくるんですよ、ちょっと、はい、いや本当にこんな階段ですか、階段ですね、はい、階段6に、ね、はいはい、で駆けつけた仲間がさらに追いかけてきたラスプーチンに向かって拳銃4発発砲したんですよ、うん、はい、でどうなった、4発のうち3発外れたんですけども、あ1発はあの右冠状脈からあの背骨を貫通して、で雪の中にラスプーチンは倒れたと、うん、もうやっとこれでも、ところが回想っていうよりももはやゾンビですからラスプーチンはまたもむっくり立ち上がってくるともう恐怖でおっかなくてちょっとおかしくなっちゃってるね、あのもうユスポフさんね、もう履いてた靴脱いで手に持ってって、あラスプーチン右目に殴りかかってもう多分相当叫んでたんでしょうね、もう靴で殴りかかったってね、であのその後拳銃持って額に銃弾ぶち込んだんですね、はい、でやっとラスプーチンは動かなくなったと、でそのラスプーチンを絨毯でくるんで車に乗せて、まあ、橋の上から凍りついたネバ川の氷を割って開けた穴に遺体を捨てたと。その一連の何もかもが怖いですね。怖いですね、うん、もうホラーですからね、ほとんどね、本当に、でそしてその後ラスプーチンを失ったニコライ2世の帝政ロシアはロシア革命により崩壊してしまいましたってお話なんですが、ただその後に続きもあって、まあ確かにあの検視の資料は残ってないんですけども、まあ、 あの噂の段階ではラスプーチンの遺体はもちろん引き上げられてるんですけども、であのまあその後あの虚の根をね切り取って、あのホルマリン漬けにされてあの見ることできるそうなんですけどね、博物館かなんかですね、さっきも画像ちょっとありましたけど、あったの、あったあった、ちょっと隠れて見えなかったけど、プチフードしか見えなかったけど、うん、ちょっとあったんですけどもね、巻き戻して見てもらえばちょっと分かるんですけど、まあ、隠してますけど巻き戻す古い話ですから、うん、サイズたるやね、なんと33センチっていうね、すごいですねってことなんですけどね、はい、まあ、どんな顔していいか分かんないです、分かんないですね、ちょっと不適切なあの発言があったら申し訳ないですけどね、いろいろ怖いですね、怖いですね。そしてあのラスプーチンさんがあの糾弾されてた頃、実はあの、うん、ダニラ・フェリポピッチって言ったかな、キリスト教のねフリスト派と言われるところにも、はい、あの、うん、出入りしてたっていう話があって、フリスト派っていうのが、うんうん、あのフリストですから死因の問題でキリストですよ、ね、フリスト派っていうのはこれはあのそのフィリッポビッチさんっていう方は、はい、あのが作ったって言ったらおかしいけど創立したんです。その方のあの自分のことをサバトと呼んだり、うん、あのイエスと競える存在と呼んだりしてるんでこれあの儀式もかなりみだらなものだったらしくって、これサタニストの集め、そこにラスプーチンが出入りしてたんですか、したらしいって話、それが球団の理由にもなってたらしいんですけども、ただこの辺の話っていうのはこれはまあオカルティズムの話ですけども、その辺がドゥーギンさんにも実はつながってくるお話でもあるんで、そうなんですか、そうなんです、だから回想ラスプーチンが非常にあのロシアではプーチンのラスプーチンなんて呼ばれることもあるんで、へ、はい、ドゥーギンさんなんか割と本当にね知的で、はい、すごくあの、まあ、哲学的でもあり、はい、あのあまり悪い噂を私これまで聞いてないんですけども、はい、まあ、そのでもサタニストチックな部分もあったと、まあ、そういう噂もあるんですけどもっていうことでね、まあ、お嬢様のことではねすごくお気の毒だったので、はい、まあ、その辺の詳しい内容に関しては、うん、僕もあのまだね、うんうんうん、まあ、これはもうあのそれこそ陰謀論なんて言われちゃいますから、はい、触れませんけども、ね、はいはい、まあ米米だと思いますけどもねまた出たよ出たよ、はい、ということでね、今回はあのラスプーチンさんの話をちょっと取り上げさせてもらいましたけどもね、はい、あのさっきのユスポフさんはお咎めなしですか、はい、あのお咎めなしなんです、お咎めなし、はい、へえ、
むしろなんだろう、支持されたんですかね。支持されるってことはないんですけど、もちろんあのただね、その時にもいろんな力が働きまして、うん、はい、そして、まあ、警察はあまり捜査をしなかったって話なんですけどもね、きちんとした、はい、ホルマリン漬けはどこ行った。ホルマリン漬けの、うん、これ遺体はあの、うん、1回埋葬されて、うん、その後火葬にされたんですけど、ね、あ、そうですね、はい、掘り起こされてもう一度、うんうん、でもあの切り取ったやつはあの瓶の中にホルマリン漬けにされて、あの今日の古墳はね、うんうん、それはあのあの観覧できるような場所にあるらしいです。今、はい、ロシア国内の、はい、へえ、博物館みたいなところにある。観覧したいとは思わないけれども、うん、なんかすごいですね。まあそんな話、はい、まあ、次にはこうドゥーギンさんにつながっていくとは思うんですけど、つながるっていうかお話になっていくんですけども、ということで、うんうん、今回はその前にラスプーチンさんのお話をさせてもらいましたということで、本日の特集でした。わかりました。じゃあいずれドゥーギンさんも次回やってもいいですけど、ね、はい、はい、楽しみにしてます、はい、ありがとうございました。エンディングですけどもね、はい、お知らせがありますね、はい、ございますので、はい、まずはですね、あ、はい、9月17日ですね、はい、国盛州北海道による街頭演説がございます、はい、土曜日ですね、2時から4時までいつも通り午後です、弁士が澤田栄一先生と国盛州の皆様ということで、紀伊国屋書店前で行いますので、ぜひ、応援をしに行っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします、はい、そしてもう一つ、これは順番通りいきましょう、国盛州北海道の凱旋の翌日になります、9月18日日曜日、レストランアーリーオータム、はい、ランチコンサートというのが行われます。こちらで、ね、チェロとピアノのコンサートなんですが、午前と午後2回演奏があるんですけれども、うん、11時半と1時半からということで、ランチをいただきながらのコンサート、いいですね。3,300円、はい、でお子様のあの子供ランチ付きの、設定もあります。こちらが1100円ということなので、小学生まではこのお値段で、ぜひそちらで行きたい。いやいやいや、お子さん連れてってくださいみたいな。いはい、ということで、もこれいいと思います、はい、非常に優雅でね、はい、ぜひあの申し込みなさってください、はい、もう一つ、総合私塾のお知らせです、はい、第115回総合私塾、今回の演題は中国共産党史100年ということで、9月24日土曜日、はい、午後5時半から7時半まで、はい、カデル27の5階520研修室で行われます、うん、こちらもあのぜひ参加されたい方はあの申し込みなさってください。あの岩谷信先生という北海道大学院の教授の先生がお話ししてくださいます、うん、あの、はい、言わないと、はい、そうです、はいはい、中国共産党史100年、はい、まあ、どんな話が聞けるのか非常に興味深いところなので、ぜひあの、はい、興味のある方足をお運びください、はい、お知らせは以上です、はいはい、僕ね、うん、あのずっとね、黒いでしょ顔とか、まあ、焼けてますよね、はい、イベントでね、うんうん、やっぱり、ね、復活して、はい、コロナから今年ね、うん、多かったですね、いろんな、でもずっと6、7、8、うん、9月の頭までで、はいはい、スポーツイベント7つかな、おー、うん、やってたんですけども、はい、いや暑かったですよ、全部天候良かったな、ほとんど、いや多分じゃ札幌よりも、うん、ね、そのニセコとか東野とかの方が天気が良かったってことなのかな、はい、週末ほとんどそっちだったんで、半ばぐらいから、前回も放送終わってからすぐに東野の方行って、はいはい、うん、あのトライアスロンの方をね、はい、運営ですね、そうですね、選手じゃなくてね、はい、出たら勝っちゃうかもしれない、勝っちゃわないけどもでね、はいはい、その時面白かったんですよ、うんうん、一緒にね、あの友達とあの友人とあの息子さん、まだ中学生かな、うん、もう一緒に、はい、あの行きたいっつって言ったんですけど、トレーラーハウスみたいなとこ泊まってたんですよね、ほうほうほう、で僕その友人ってね、あのとにかくね、爆弾みたいないびきするの知ってたんで、はいね、ちょっと一緒に寝たくないタイプ、もうとんでもないですね、うんうん、あのいびきと歯ぎしりがすごいんで両方、はい、うんうん、だから僕はもう賢いから予防していくわけですよ、うん、自衛隊からもらったね、昔あの取材した時にもらった、うん、耳栓を持ってこうって、耳栓持ってって、すごそう、うん、自衛隊からもらった、そうそう、でそれだったらもうバッチリだろうなと思って、うん、で次の日が朝5時起きだから、うん、僕が起こさなきゃダメだから目覚ましかけて、うん、そしてそこで寝ようと思ったんですけども、もちろん察しの早い方だったら分かると思いますけど、だからあの その時にですね、まあ、中学生の、まあ、見たいって言って
お子さんいらっしゃって、はい、で友達がいて、うんうん、でその時にこう耳栓をして、さあ寝よう早く寝ようって宿題かなんかやってたんですけども、テレビの音聞こえない、うんうん、会話も聞こえない、うんうんって、そこでね僕にね、ゆうじさんそれで目覚まし聞こえんのってトントンってされて、あ目覚まし聞こえないって結局まんじりともせず朝を迎えたっていうねお話でしたけどもね、もうなんかあれですね、うん、バイブにしてなんかね目の上に置いとくとかもうどうにもならんですよね。まあ音はね、はい、そうね、ちょっと本当途中で刺してしまいましたけど、うん、刺してもらって刺すか、おかしこいやいやいや、私ねその瞬間まで気づかなかった、うん、なんかお恥ずかしい。あでもなんかあればいいですね、その音以外で起こしてもらえるグッズ、ね、その振動によるものとか、電気ショックとか、ね、電気ショックね、まあ、ちょっと激しいけどいいかもしれないですね、まあ、なかなかね、うんうんうん、早起きっていうのは大変なものですから、うんうんうん、またあとニセコの方ではね、はい、山の中にポツンと下ろされてね、ずっとね 800m ぐらい草刈りしてたりね、うわー、コース作りでね、はい、あコース作りで、はい、こういう地道なね運営の努力があってこそのイベント開催ということですよね。そうなんですよね。あじゃあもう選手とか、まあ、これから参加される方は、まあ、そういうね、うん、あの日陰の努力も感謝しつつ、いや観覧する人も、ね、うん、あの感謝してくれたらしてくれたらいいです、まあ、とにかく楽しんでもらえればいいです、まあ、北海道、うん、北海道満喫ね、はい、そうですね、ぜひぜひ楽しんでもらいたいと思いまして、はい、そうですね、はい、また来年もね、うん、今年はもう全部終わりましたんで、あそうですか、はい、なんでまたね、はいはい、来年の準備になりますけどね、あ秋になったらなったでね、なんかいろいろ今度あれか、じゃスポーツじゃなくてなんかグルメイベント、大通りでオータムフェスタでしょ、オータムフェスト、うんうん、フェスト始まりましたから、はいはい、10月1日までですね、はい、はい、まだ行ってないので、はい、もう行かなきゃと、機会ありましたらね、うん、もし北海道いらっしゃる方とか、ね、はい、札幌いらっしゃる方はね、うん、ぜひ行ってみてはと思いますけど、はい、ただね土日はすごく混んでるみたいなので、はい、まあ平日は皆さんねお仕事で忙しいかもしれないけど、うん、ちょっと狙い目の日を、そうですね、はい、はい、狙っていきたいなと思いますけどね、はい、ということでね、よろしかったですか、1個だけいいですか、はい、ごめんなさい、あの次回の私たちの電話がいつかちょっとあれなので、はい、あの今ねデジタル献花行ってるじゃないですか、はい、安倍元総理への、はい、あのメッセージを、はい、デジタルのお花とともにあのアップ添えましょうということで、うん、そういうサービスを始めてくださった方に私本当にありがたいなというふうに思っています、うん、この、ね、切ない思いというかもう何とも言えないこの喪失感とか、はい、それをですねその献花してくださっているもう11万人超えてる皆様、今、うん、今日現在ですけど見ると本当にさまざまな年齢の方、10代からねお年を召された方から一人一人のその温かいメッセージとともに自分が選んだ、もう最初ねデジタルのお花ってどうなんだろうと思ってたんですけど、うん、でもまあ菊の花とか蘭とかあとあの菊経とかいろんなお花から一つ選んでそのメッセージとともに添えて、でそのね一つ一つのメッセージどれを見ていてももうとても癒されるんですよね、うん、であのぜひあの安倍元総理にね見守っててくださいとか、はい、そういうメッセージもあればもう私たちがこれから頑張りますから、はい、この日本を良くしていきたいっていうメッセージもたくさんあって、うん、本当にあの多くの方に悲しまれてるというか本当にあの愛されたんでしょうね、愛されてた愛方だったんだなと、はい、でその今まで途中までのねメッセージはもう昭恵さんに安倍昭恵さんに手渡されたということで、はい、最後またあのそれがプレゼントされるというふうに聞いてるんですけれども、はい、私それをやっぱりなるべく多くの方に参加してほしいなと思って、うん、某 SNS でちょっと利用してね、はい、このデジタル献花に参加しませんかということでアップしたんですよね、はい、そしたらあの日本を大事にするってその言い方はねって日本に偏りすぎてませんかっていう、うん、あの私意見をもらったんですよ、はい、日本に偏りすぎてるその考えをどうにかしろって言われても日本人なんですから当たり前じゃないですか、うん、それって外国の方でしょきっと、いやいや名前がめちゃめちゃ日本日本名なんですけどね適当につけたんでしょそうかもしれないまあまあまあね、うん、そんな やり取りもありましたが、まあ、あのサミットがあったんでね昔あの東亜、ね、はいはいそうですね、だからあの時も2日間でねあの、うん、献花できる場所を東横町の方でも置いたんですけどもね、うん、もう近隣から3000名ぐらいいらっしゃった方ね、すぐにね、そうですか、あの7月の時にね、うんはい、そうなんですね、うん、いやこの9月27日の国葬に合わせて、はいまあ、このデジタル献花も27日までということなので、はい、まだ献花されてない方はしてほしいですし、はい、あとこの自治体か、ね、それぞれで、うんまあ、市役所とかでね半旗、うんまあ、もそうだし掲げてほしいですし、うん、で献花台とかももしできれば記帳台とかまたあればいいなって、うん、私は個人的には思うんですけれどもまあねその辺の話ね、うん、あの言い合いになっちゃうと長くなりますけれどもね、はい、あの比較的あの
僕ね、クラウドファンディングやったらもっとお金集まったんじゃないのって思いますけどそうかもしれないですね。サウジあたりぐらいそれぐらいポンと出すんじゃないのって感じしましたけどね。ああ、ちょっとそうかもしれないですね、はい、そしたらその時どうするのって話になりますけどもね、まあやはり国葬としてやって、国民葬じゃなくて国葬としてやってやるっていうことは、ね、まあ、僕はね、うん、いいと思いますんで、そうですね、はい、やっぱりそれ、まあ、ある意味ね、うん、長くご尽力された方だとは思いますから、はい、まあまあ、その辺にしときましょうか。そうですね、はい、はい、ということで、はい、本日のチャンネル桜北海道でした。明日も続きます、はい、もしよかったねと思った方はグッドボタンと、はい、あとチャンネル登録出るか出ないか分かんないですけど、はい、こういう風にしときます、ね、よろしくお願いします。はい、明日も続きます、はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。